分かっておる状況のご報告をさせていただきます。皆さん本船の乗組員が飛来物でやられたと言ってますので、そういう側面で爆弾を貼り付けて時限爆弾とかそういうものをやったということは考えておりません。あとその損傷している箇所を把握する限りで、時限劇が終わった後今後どうされるのかという、あと本社として今後その会社に委託するという可能性。どのオペレーションですか？